はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。こちらの写真の方、ピーター・ナバロさんです。ピーター・ナバロさんは、トランプ政権の時の対中政策を仕切っていた学者さんなんですけども、ピーター・ナバロさんが少し前に有罪判決を受けて、今、投獄されています。7月まで極に繋がれています。ピーター・ナバロさんが有罪になったのは、どういう角で、 かと言いますと、議会侮辱罪なんですね。ムチキ月6日のあの事件の時に魔女狩り裁判というのが行われました。その魔女狩り裁判、会員の議会に召喚されたんですけども、応じなかったんですね。なぜ応じなかったというと、議会の召喚に応じて出席するということは、大統領特権を否定していると、 受け取られかねないので、自分としては憲法を守るためにも絶対そういうことはできない。ということを貫きました。で、その結果、東獄ということになったんですね。その、ピーター・ナバロさんが、ブライブバードのインタビューを受けまして、刑務所の牢獄から発言している、その内容が記事になっておりましたので、そちらをご紹介したいと思います。 非常にね、大切な内容なので少し長いですが、ずっと読んでいきたいと思いますのですお付き合いいただければと思います。虎親分の白い家で元首席経済顧問を務め、昨年の議会で六月六日委員会の召喚状に反対した罪で、連邦刑務所で数ヶ月の刑に服しているピーター・ナバロ氏は、現在、獄中からブライドバードニュースとの独占インタビューで声を上げています。 トラ政権で国家貿易会議の議長を務めていたナバロ氏は74歳で、現在はマイアミの連邦刑務所に収監されています。75歳の誕生日の前後、7月中旬に釈放される予定です。また、 ナバロ氏はこの夏、ザニューマガディールという本を出版する予定です。貿易や経済政策などに関するポピュリスト、ナショナリストの哲学を探求し、説明するのが狙いです。これは白い家で虎親分に使えていた時の市のポートフォリオの中核でした。ナバロ氏は真のポピュリストの中のポピュリストでもあり、数十年前は民主党員でしたが、 近年は虎親分の最高顧問、共和党員になりました。ナバロ氏とこのインタビューは、彼自身やトラ氏のような共和党員に対する民主党による政府の武器化についての見解、そして C 国のような重大なアメリカの敵対国に対する、梅田のアプローチとトラ氏のアプローチについての見解に焦点を当てています。ナバロ氏はまた、 2024年のボス戦の重要性を可能な限り明確な言葉で述べ、梅田が勝てば全てのアメリカ人にとって状況が悪化するが、トラシが勝てばその逆になるとはっきり述べています。このインタビューは明らかにトラシ自身が先週ニューヨークでビジネス記録裁判で有罪判決を受け、7月の共和党全国大会の前の週に判決を待っている後に行われました。 ナバロ氏はこのインタビューを獄中で、書面で行いました。ブライドバードニュースは、ナバロ氏にいくつかの質問を送り、数字屈後に返答がありました。以下は、書面インタビューの完全な書き起こしで、ブライドバードニュースからの質問全文と、獄中のナバロ氏の回答全文です。ブライドバードニュース、トラシの判決に対するあなたの反応はピーターさん。 私にとっては、またしてもデジャブのようでした。私のケースと虎親分のケースの類似点を研究することで、アメリカ人、そしてジャーナリストが学ぶべきことはたくさんあります。私は、議会侮辱罪で有罪判決を受けた初の白い家の高官です。私の元上司は重罪で有罪判決を受けた初の大統領です。私の罪は民主党のローフェア攻撃から、 憲法上の三権分立と、ジョージ・ワシントンの行政特権の原則を擁護したというそれだけです。虎親分は、起訴された軽犯罪についてさえ無罪です。これらの軽犯罪は、検察官の不正行為と司法の策略によってのみ、懲役刑を伴う重罪に締め上げられたのです。 ご覧ください。トラシが政治犯かどうかを尋ねられると、梅田は満面の笑みを浮かべます。私の事件でも、ト虎親分の事件でも、民主党は尋問のあらゆる段階で関与していました。 議会の民主党多数派は厳格な闘議拘束に基づいて私を侮辱罪で告訴し、民主党の司法長官は白い家の上級顧問に対する50以上の絶対的な証言面積政策にもかかわらず私を起訴し、民主党の裁判官はトラ支自社ではない12人の賠償員団から90%以上が梅田に不代れし、私に有罪判決を下す前に、 私からあらゆる弁護の機会を奪いました。虎親分の場合、ジョージ・ソロスが支援するマルクス主義の地方検事が、トラッシュを刑務所に入れるという公約を掲げて、不代列戦を戦い、ファン・メルちゃんの急進的な民主党判事は、トラッシュから証人と弁護人を剥奪し、梅田に95%が不代列したマンハッタンの陪審員団は、彼に有罪判決を下しました。 私の場合も、ドナルド・トラッシュの場合も、これは法のもとの平等の正義ではなく、2024年の不大入れに干渉するために計画された、抑制のない法律の戦でした。刑務所に入るべきなのは、マーチャンやブラック、ファニー・ウィリス、メリック・ガーランドやジャック・スミスのような人たちであり、私や現代史上最も偉大な大統領ではありません。ブライトバードニュース。 トラオヤ文は懲役刑を受けると思いますかナバルさん。再び私の事例は教訓的です。私がこれを書いている場所を考えてみてください。マイアミの刑務所です。私の場合、民主党のアミットメータ判事は、トラ氏が行政特権を行使したら、それを放棄するのは私の特権ではなく、憲法と就任宣誓に対する義務があり、私がしたことを実行すると固く信じていたため、 議会での証言を拒否したことを率直に認めました。こうした状況下では、メータ判事は私に30日間の執行猶予以上の刑を言い渡さず、釈放すべきでした。皮肉なことに、彼はガイドラインで可能な最長期間を私に言い渡し、虎親分が署名し、私がロビー活動していたファーストステップ法の下での原型を一切認めないような巧妙な判決を下しました。 それは民主党のローフェア戦略そのものの残酷で異常な刑罰でした。ファン・マーチャン判事も全く同じことをするでしょう。私はトラシが実刑判決を受けると思っています。最も重要なのは、マーチャン判事が控訴審でほぼ確実に勝訴するまでトラシの釈放を拒否するとも信じていることです。まさにこれが私に起こったことです。アミットメータ判事は、 私の訴訟が控訴で覆されることを十分承知していました。さもなければ憲法上の三権分立は取り返しのつかないほど損なわれることになります。しかし別の判事が担当したスティーブ・バノンの同様の訴訟とは異なり、メータ判事は控訴で私を釈放することを拒否し、今私は梅田の刑務所にいます。控訴で勝訴した時には、 私はすでに刑期を終えており、取り返しのつかないほどの損害を受けていることになります。マーャンの策略はさらに悪質なものになるでしょう。彼は7月の共和党全国大会の前夜にトラシに判決を下すでしょうし、上訴中のトラシの釈放を拒否することで、トランプ氏が大統領選の党指名を受けるためにミルウォーキーに向かうのを阻止しようとするかもしれません。 アメリカよ、目を覚ませ。これは我が国で起こっていることであり、共産主義の C 国と、ロの国の裁判所と、古き良きアメリカの裁判所との間には、今や一線の価値もないのです。ブライドバードニュース。刑務所での生活はどんな感じですか周りの人はあなたのことを知っていますか反応はどうですかナバダさん。 マイアミは特に厳しい刑務所です。本当に最低限の警備というわけではありませんが、有刺鉄線で囲まれ、囚人を監視するための厳格な手順が敷かれています。処方薬は入手困難で、食事はタンパク質とカロリーが低く、糖分と炭水化物が多く、糖尿病や高血圧から心臓病や肝臓病に至るまで、あらゆる症状を悪化させることは間違いありません。1ヶ月前には、 新型コロコロの新種が施設を覆い、襲い、窮屈な寮内で伸びのように広がりました。レクレーションヤードには、私がいた頃の気難しい施設管理者が、筋力トレーニング用の器具を全部運び出していたため、機能しない30年前のエアロッイクやその他の器具が散乱しています。 囚人向けのトレーニングや認定プログラムはほとんどなく、ほとんどの囚人は暇を持て余しています。ここは老人が住む国ではありません。良いニュースは、大多数の受刑者が2018にファーストステップ4を可決したトラシを愛し、それを実行しなかった梅田を憎んでいるということです。刑務官たちも同様、トラシと私は制服を尊敬しており、刑務官たちはそのことを知っていますが、 同時に梅田が大失敗だったことも知っています。もし私が梅田支持者だったら、ここでの状況はもっと厳しくなるでしょう。そして、確かに彼らは私が誰であるかを正確に知っており、私が信念を貫き政府に屈しなかったという事実を尊重しています。プライドワード。もしあなたが民主党や梅田支持者だったら、今のような立場にいると思いますかピーターさん。 もちろん違います。これは鎖を解き放った法律の戦であり、民主党は本気で戦っていますが、少なくとも現時点では、共和党には、旧約聖書風に反撃する勇気も知恵もありません。民主党は、私やトラ親分ジェフ・クラーク、マーク・メドウズ、 ジョン・イーストマン、ルディ・ジュリアーニらを投獄しようとしているのと同じ刑務所に自分たちも入れられるかもしれないと恐れるまで今やっていることを続けるでしょう。もしトラシが勝利し、私に再び職務に就きたいかと尋ねられたら、私は特別検察官の任命を要請するかもしれません。これらの方の執行機関の強盗たちは、 彼らの明らさまな不代で介入の責任を負わなければなりません。ブライドバードニュース。アメリカファースト保守運動全体に対するあなたのメッセージは何ですか彼らはあなたの東国から何を学ぶべきでしょうかピーターさん。簡単に言えば彼らが私を捕まえることができるのなら、そして彼らはまず私を足かせで縛り、それから刑務所に入れたのなら、 あなたを捕まえることもできます。そして今、彼らの前に立ちはだかっているのは、ドナルド・トラ・オヤブンだけなのです。2024年の不大入れに勝つことが最も重要である理由はたくさんあります。トラ・オヤブンは、インフレを鎮圧し、国境封鎖し、共産主義主義国、イラン、どの国、北朝鮮との戦の犬どもを寄せ付けず、民主党が少年たちの正規を切除し、 トランスジェンダーの悪夢で少女たちのスポーツと夢を破壊するのを阻止し、大学卒業式を過激派から再び安全にしてくれるでしょう。しかし私たちはまた、梅田とメリック・ガーランドの二重の不正システムに終止符を打つために、虎親分を大統領執務室の決然とした机の後ろに戻さなければなりません。 この不正システムは今や私たち全員を脅かしています。学校理事会で子供たちの調教と洗脳に抗議するサッカーママから投票箱の神聖さを守るために城壁に立つ愛国者まであらゆる人々を脅かしています。梅田犯罪家、ハンター・ジェームズ・ジョー・ソロスが支援する異端新問官、ブラック・ウィルス・マーチャン、OL の悪魔、 ガーランドとスミス。アメリカを憎む者たち。オマール、タライブ、AOC。グアンタモは彼らにとって甘すぎます。彼らの嘘と不大で干渉について今すぐ説明責任を果たしてください。ブライドバード。アメリカ国民にあなたのメッセージをどのように伝えますか ?2024 のトラウン島ではどのような役割を果たす予定ですかピーターさん。ここ数ヶ月刑務所にいた間私の身長。 The New m ィ g ル d l は印刷中で、現在各地の書店や Amazon の倉庫に発送中です。The New m ィ g ル d は、ドンジュニ r の出版社から出版されており、トラ親分2024不代礼運動のプラットフォームに関する非公式ガイドです。私の使命は、現代のマガ運動の青写真と戦いの叫びをできるだけ多くの人の手に届けることです。 スティーブ・バノンの身長である、動け、動け、動け、の精神にのっとり、シン・マガディールはインフレの抑制、国境の安全確保、アメリカの終わりのない戦の終結から、法の下の平等の正義の回復、女性スポーツの用語、K12 カリキュラムにおける正気の回復と覚醒の終焉まで、トラ政権の最初の100日間で100の行動を提示しています。重要なのは、 新マガ協定は、トラシ自社にトラシとマガの政策が何であるかを最もわかりやすい言葉で説明するのに役立つということです。つまり、神様、家族、そして国家の常識です。急進派の民主党員に過激派として描写されてはなりません。彼らに自分たちのイデオロギーのひどさを鏡で見るように強制しなければなりません。それが新マガ協定が役立つ。 ということです。ブライドバード。ハンター氏について、そして彼が C 国の独裁者、習近平氏との父親の密接な関係をどのように利用したかについて、私たちがより詳しく知る中で、梅田が共産主義 C 国に関税を課すことについて、あなたはどう思いますかナバロさん。カリウドに関するわいせつな報道の多くは、 ポルノやクラック、性的人の売り買いに焦点を当てています。しかし、カリウドの最悪の犯罪は数万の金貨のためにこの国を売り渡したことであり、新たな暴露のたびにビッグガイ、ジョーがそれに加担していたことは明らかです。これはよく言っても無登録の外国ロビー活動であり、最悪の場合は反逆罪です。 こうした背景から、梅田が2024の不題れに向けて、四国関税をドナルド・トラッシュを上回る関税を課そうとしていることは、なおさら不誠実です。皮肉なことに、梅田は事実上、米国の自動車産業を上海に輸出するグリーンバッドディールを通じて、中国製の電気自動車への関税の必要性を生み出したのです。 もし主流メディアの多くがその仕事をしていれば、例えばブライドバードやバノンウォールームのようなメディアですけれども、彼らには感謝しています。梅田経済学が C 国のシェルゲームであることを暴露されるでしょう。ブライドバード、トラシが不大れに勝てなかったらこの国はどうなるでしょうピーターさん、二桁のインフレ、賃金の停滞。 年金生活者へのドッグフード、イラン、共産主義、四国、どの国との激しい戦、またはサイバー戦、レイプ、フェンタニュルによる人あやめ、テロ、賃金低下圧力、不法移民の流入による福祉費用の上昇の増加、抑制されない民主党の法律戦争、言論と集合の自由の終焉、愛国心を理由に投獄される保守派と共和党員の増加、 女性スポーツの破壊と少年の正規切断の増加、企業メディアとソーシャルメディアが私たちの歴史を目覚めたイデオロギーに合わせて絶えず書き換えます。若い世代の多くにはその思いの中に家や車の所有、結婚や出産がないことを私は伝えましたか私に何が起こったのか考えてみてください。公職の先生を守り、 憲法を守ったために起訴され、投獄されたのです。貧困と投獄か、繁栄と平和か、それはあなたの選択です。梅田か、トラシか、決めるのはあなたです。このフダ入れにぜひ参加してください。トラ陣営にこぎって送ってください。地元の共和党でボランティアをしてください。トラ市とマガの福音を広めてください。あなたは変化の器です。失敗は許されません。 以上、ピーター・ナバロさんからの回答でした。今回はここまでです。チャンネル登録、通知設定、そしてメンバー登録などもご検討いただければ大変ありがたいです。それではまたありがとうございました。